どうもーですソロフェス4人目川村綾のアンジュルムの話を今日はしていきたいと思っております7月7日ハッピーバースデー21歳を迎えましたねえっ、ー、と川村綾のアンジュルム、えー、彼女の歌ったジュースジュースオリジナル歌唱の素直に甘えてテレ朝チャンネル1にて9月から放送の冠番組のプロデューサー権を獲得したそのパフォーマンスこの1曲1演目に絞り 世界初の深掘りと徹底解説を試みていくそんな動画になりますお付き合いいただけたら嬉しいですじゃあ早速いっちゃいましょうかねまずはいつも通り3つにお分けしてお話ししていく形にします1つ目はこの曲を選曲した理由と背景の説明をイントロダクションとしてお届けしますで2つ目、えー、素直に甘えて歌唱とダンスについてジュースジュースを聞き込んでいる人の耳と目で判断、ね、そして光る「比較」だってね つまり僕の耳と目でどのように比較できているのかというお話です。そして3つ目です。このソロフェスのパフォーマンスで発見できたもの、今回の MVP の理由を説明していこう。そういった形の流れになります。では早速いっちゃいましょう。1つ目です。イントロですね。まず彼女は今回このソロフェスのチャンピオン、MVP です。ダントツの11票でした。メンバー間の選ぶ11票なのですごく価値はあると思います。 で本人からパフォーマンスの前の事前のメッセージ大人の女性になりきって頑張りますね選曲理由はハロプロメンバーで誰もやっていないんだろうなということを表現していましたこれがタップダンスのことを指していますね初めて披露するということですな、まあ、イントロダクションとして興味が湧くようなところはバックダックアウトで少しダンスの振りのところにタップのシーンがあったのでその辺あって思いました ね、で本人曰くスタジオを借り本番さながらの練習を重ねて挑む意気込みですね伝わってきました、まあ、それがイントロダクションですでは早速パフォーマンスの方2つ目いきましょう素直に甘えての歌唱とタップについて深掘りしていきます確認すればするほどですかもうやばかったですねもう声は特徴いきましょう声は河村への表現すると特徴のあるアイドル声 鼻の奥の骨にこもりながら響く、ね、骨伝導みたいな感じですねでここの領域があのかなり広く残されている印象ですねでこれによりか弱さの表現が生きてきますで「ジュースなら誰か」と思って探すようにしましたで声は実は高木さゆきこれがすごく近いです これ皆さん意外かと思うかもしれないですけど見た感じは河,河村綾乃って宮本かりん説があるんですけどこういう質はムービングする球を持っている高木佐伯って考えたらすごくいいと思います。動きのあるところでで、うん、甘いい響きがあるととうここすね、まあ、これ例えば最伯をアニメ化してアニメ化って抽象的かもしれないですけどでも何種類かの中にこうなるかもなっていう雰囲気があるかないかっていったらあるはずです。で うん声のところはもう一個最近と違うところで言うと甘さという表現をしましたけどマイルドってことなんですよでマイルドに一段階上の領域があるっていう感じですね、まあ、好きな声ですで興味ある人はまあこの後国ここに言ってた意味どうなんだろうと思ってこの動画見た後に聞き比べてみてくれたらわかりやすいと思いますよまあ最近言えてんねってなってくれたら嬉しいす、ね、です今回は 歌唱はそういった声でほぼ自分のカームオリジナル声の中で歌われていましたでつまり誰にも寄せてないってそういうことですね最近パートの部分もあのサビのとこであるんですけど原曲に忠実で本にできる形に落とし込みで声は生かして伸ばすところは伸ばすただし歌い方は寄せていかないねえこれって 初期設定だけで今の言った初期設定だけで三段階の努力が必要でめちゃくちゃハードル高いですもう一回三段階言いますね原曲に忠実で本人が再現できる形に落とし込み伸ばすところは伸ばし歌い方は寄せないもうこの寄せないねこれが歌の段階ではめちゃくちゃ難しいですつまり三段階クリアしているこれが伝わってきた ね、これ素晴らしいことじゃないかなと思いましたぶっちゃけジュース面でも同じことやれって言ったら難しいと思います、ね、でもう一つ今日重要ですねタップですよでここ深掘りしていくとうーんとダンスの要所ってジュース面の8人の、まあ、これタップ入れない話かもしれないですけどこれをオリジナルで1人で歌って踊れるようにするっていうのも相当難しいはずなんですよで これを自分のところに落とし込んでタップも入れるって果てしないレベルですよねで挙句初披露タップは初披露ですよでイントロと感想とラストこの素直に甘えてる中ですね3回タップは入れていますもちろんその前後というのはダンスはジュースのオリジナルから引き抜いたものであったりオリジナルアレンジをしたものであったりということなので完全なリアレンジの中に初挑戦が入っているということですね この内容を説明ししていきましょうタップの最初、ね、右足のターンから入ってのオープニングのところを大体3ステップで約32分弱です3回あったんだのも最初のイントロのところは 2, 分あ2秒弱ダメだね <laughs> で最初の右足のターンから入ってっていうのが基本的にタップの彼女のスタートだと思いますで感想は20秒フィナーレ6秒合計 28秒のタップシーンだだっったたと思てていただいいそんななに遠くないです。で、この部分実は僕も今もタップ解析のためにいろいろ勉強してみてたんですけど言葉でさっき言ってみたステップの意味がうまく表現できなくてちょっと間違えそうだったのでちょっと抽象的かもしれないですけど簡単に表現すると調整の姿勢全体なんですけど実際かっこよくて表情も動きもよくてで体の感じ本人の体型含めてですよね。 タップに合っていると思います。曲もスピードもタップとしては速くない曲なんだけどトライアルとととしてはとってはっっも良かったと思いますで。これコットンクラブだからってのあるかもしれないんですけど体の感じとかそういうのはどういうことかというとエレノア・パウエルっていうミュージカルの有名な女優タップのタップで有名かもねその女優がいるんですけどそんなイメージも湧くようなカームのパフォーマンスだったということで理解してくれたら嬉しいです。 このののエエレノア・パウエルルミュージカルの画像も貼っておきます確認してみてください。でわからない人もいると思うんですけど有名な女性ダンサータップダンサーとかっていうのと比較ができるようなところにトライしてるっていうのはカームここも素晴らしかったところですね。まあそういった流れで最後のチェリーでこうチェリーを口に持っていくこうとするポーズオリジナルアレンジこれで終わります。ねその後の完全な笑み。<笑> <laughs> 完全だと言ったら変ですけどカームオリジナルの意味で終わるというところねこれも良かったですねでまとめますとステージ上演目上のコンセプトアレンジ挑戦初披露この辺が凝縮された2分35秒でしたオリジナル度高く素晴らしかったですねじゃあ3つ目3つ目いきましょう最後ですねこのソロフェスのパフォーマンスで発見できたものカームへのひたむきさがパフォーマンス全部から伝わってきましたそういった話でございます でこの努力、これやったのもうアンジュルムでタップとかやらないってないっすよねって話っすよ。で古くはポールダンス、ボイパー、アクロバット、まあ、スタンダードならば楽器とかね、ならばサックスとかフルートとかピアノとか、まあたくさんありましたよね。まあ、最近で言うと、桃姫のトーキングボックスとかも、トークボックスか、もうありえるというかありますよね。でも、 今歌って踊るハロプロプの曲大半じゃないですかそれで言うとこのタップが一番使えるし個人的には見どころ豊富で好きです。ね難しいこと言うなって思うかもしれないけど好きなんだからね <laughs> しょうがないよね。そういうことです。でこの日終わった後、ね、あのね、ー、映像の後あれ改装みたいなシーンあるじゃないですか。あそこでカームは泣いてるシーン放送されてるんですよ。でスタッフにその意味はってて聞かれて やっぱりあんまりできなかったかなまあしょうがない悔しいとタップの出来に悔しさをね、にじませるそんなシーンが放送されてましたここ実はすごくてもう歌とかダンスの振り付けじゃなくて自分が挑戦していたタップのところでの悔しさがマキシマムなんですよねだから2段階3段階上のところで本人っていうのは悩みがもうあるっていうのの証明されてるシーンだったように受け取りました いやカムすごいね,ね <laughs> 前振り長くなりましたけどもう前振りかって感じだろうと思うけど3つ目の真骨頂いきましょうラ村屋のはねこのゆえにですよ日頃から自分に厳しく求める水準がものすごい高いですでこの姿勢が会場にいたハローメン全員に僕は伝わったんだと思うで今回輝いて見えたのは特にというとこ言ったら結果につながるプロセス 過程ですよね。これだと僕は思いますねでんでかというとアイドルアイドルとはそのために頑張っているで,でもそのプロセスってもしかしたら僕見てて思ったんですけどこの結果より感動するの多いなと思ったんですよ。で結果はも,もちろん重要ですよ。 で結果 MVP 撮ったからこれが感動するプロセスになってるのかもしれないそこというのは分からないけど生でリアルタイムで結果が出る前に見ていて感動があったんで僕はこれ言えるんじゃないかなと思いましたで彼女は、まあ、このプロセスの結果メンバー間投票で MVP を撮るこれすごいことですよねでしかも同じ目標を持ったメンバーの中では他に輝く人とか個性出してる子たちもたくさんいたんですよ でも彼女が選ばれた理由って何なんだろうっていうことを考えたら僕はこの日だけじゃなくて日々日常から河村綾乃という人間その姿勢っていうのがハロメンに伝わってたっていうのの証明でもあったんじゃないかなと思いました素晴らしい MVP で素晴らしい今のハロメンの価値観を持っている52人で構成されてるなっていうのを再確認しましたねまとめましょう、えー、河村綾乃 彼女はハローへの探求心だけではなく、エンターテインメント全般への理解と表現、それをハロープローを通して僕たちの目の前で届けてくれた。そのプロセスも結果も素晴らしく、河村彩ノは本当に優勝しました。これが、しかも今のハローメンのまっすぐな評価を得て、そんな発見がありました。カウム21歳、お誕生日と MVP。 おめでとうではまた